い冬にちょっとホットな話題です。日南市立片上小学校と与原小学校に大きな発泡スチロールの箱が3箱ずつ届きました。その中身の正体は真っ白いふわふわの雪。与原小学校 1,2 年生の子どもたちのほとんどが雪を触るのは初めて。子どもたちはうさぎや雪だるまなどを作って昼休みの時間を楽しんでいました。溶けないように雪を大事にしている子どももいました。初めて雪を触った感想は、あんまり触ったことないから、冷たい、気持ちかった。雪を持ってくれてありがとうございます。雪を送ったのは山形県阿久美郡に住む高橋敏子さん。高橋さんが地域づくり団体の活動で南郷町に住む野川紀美子さんとの出会いをきっかけに、雪に触れる機会が少ない日南の子どもたちに雪を送ったところ、とても反響が良かったそうです。最初はミニツの方の小学校の方に送ってたんです。そしたら野川さんがぜひ自分のところにも欲しいということで、私の方では雪は捨てるほどあってどうしようもなくて困ってる雪なのに、そちらに やると雪はそんなに喜ぶのってことで、なら少し送りましょうかってことで送り始めたんでした。5年ほど前には珍しい雪をおじいちゃんに見せようとハンカチに包んで持ち帰った女の子もいたそうです。雪を送って楽しみなこととは、子どもたちから家宝とも言えるようなお便りが来ることですよ。それが一番楽しみです。雪を送る交流は2003年から18年も続いているんだとか。子どもたち、雪にあまり触ったことがないとか、初めて見ましたとか、初めて触ったということで、いい体験ができたんじゃないかなと思ってます。来年再来年と続けていくことで、子どもたちの豊かな心が育まれていくのではないだろうかと思います。高橋さん、いつもありがとうございます。子どもたち、毎年毎年楽しみに待っていますので、勉強や運動に頑張りながら、また来年雪で遊べることを楽しみにしてます。いつもありがとうございます。子どもたちはお礼の手紙に写真を添えて送るそうです。